イムジョンフンとアンジェヒョンが来る3月、韓国で開催される2020プサン世界卓球選手権に出場する男子代表に抜擢された。イムジョンフンは14日、ただし北守川選手村で開かれたプサン世界団体戦卓球選手権選考国家代表選手選抜評価戦男子の部でアンジェヒョンと9勝2敗で同率を記録したが、 勝者賞の規定により、1位となった。男子の部は国際卓球連盟1月世界ランキング基準により上位3人は自動的に選抜され、残り2席をおめぐり、今回の評価戦でイムジョンフンと昨年4月、ハンガリー世界選手権で銅メダルを獲得したアンジェヒョンが選ばれた。 卓球天才と呼ばれるチョデソンは5位で代表に選抜されず、ファンミンは、パクガンヒョンも3、4位で、代表入りできなかった。